はい、NHK をぶっ壊すということで、令和5年2023年3月2日15時ジャストです。ちょっとニュースが入ってきまして、大川隆法さん、幸福の科学のですね、大川隆法さんが都内の自宅で倒れてお亡くなりになったというニュースが来ております。66歳ということで、私自身は直接お会いしてお話したことはありません。ただ非常にですね、この一代で、宗教法人を大きくされて、幸福の科学というね、宗教法人世界中にこれ広められて、そして幸福実現党という政治団体もですね立ち上げたということで、非常に影響力のある方がお亡くなりになられたと。で僕は長男のねひろし君、非常にお父さんと戦ってますけども、長男のひろし君とはすごく仲良くさせていただいてるばかりじゃなくて、もちろんその幸福実現党の釈良子党首であったりとか、それ以外にも何人かの方とはですね、面識がございまして、ちょっとこの影響がどうなるのかっていうのは私も分かりませんが。第一報として大川隆法さんがお亡くなりになられたということでご冥福をお祈りいたします。で、大川隆法さんのお亡くなりになったプラスですね、というか別に分けたらよかったんですけど、今これから3時なんですけど、3時50分ほどぐらいからですね、3時58分の予定で、国会の予算委員会、参議院の予算委員会でですね、我々 NHK 党の浜田聡によるですね、質問が行われます。NHK の新会長である稲葉新会長も出席してですね、郵便法違反のことについて NHK の会長や総務大臣に厳しく浜田聡が質問することになっておりますので、ぜひね、これ NHK のテレビでも報道されると思います。参議院議員の予算委員会、 NHK 党の浜田聡が NHK の稲葉会長に直接質問いたしますので、皆さんぜひ、ごめんなさい、ぜひね、ライブで、もちろんね、ライブじゃなくても、この後ですね、いろいろなメディアで、載せていただけると思いますので、ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。NHK をぶっ壊す。